片付けるぞ。ごめん、急いでるの。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。
ティファ。Yeah!
くれんぼ。誰かに見つけてほしくてずっと待ってたのかな。あ、何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられないか。捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。行ってみよう。
しない。落ち着いていく。私の出番。よし、やっちゃおう。やったね。うん、早く外へ。これあの子、マリン。でね、黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん遅いね。そうだね、今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、早く七番街に帰らないと。回ってる。向こう側に行けるかな。こんな時こそ集中。
塞がれてる。あと少しのはずなのに。ねえ、列車動かせないかな。調べてみよう。読みが当たったな。まだ動きそうだ。やったね。大丈夫？あ、え？これってプレート解放の緊急コールは覚えたな。おいおい、いつでも落とせるぞと。ただな、状況を報告して、何か問題か。逆逆、やつは死中と心中する気だぞと。空気の空洞機能か、公園部隊を捉えて、役所は良い方が盛り上がるだろう。やつじゃねえ。任務の完了報告を忘れるな。油断したな。行くよ。
近いよ、急ごう。風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。
君が守ってくれたの。Thank you.
出番。
すごい。またね。
ていった。アバランチだ。